長岡市のダイエープロビスフェニックスプールに姿を見せた水沼選手。去年6月の世界選手権 100m バタフライに出場し、日本人初の銀メダルを獲得しました。その後は腰の怪我などがあり、今はスランプの状態。より高いレベルを目指して試行錯誤を続けています。過去の自分の泳ぎと比較したり、タイムを比較したりして、あ、なんかこういうところ変わったなとか、こういうところ良くなったなっていうのをこう自分でいろいろブラッシュアップしていきながら、まあ、今練習取り組んでおります。来月の日本選手権や7月に福岡で行われる世界選手権に向け自身と向き合います。自分らしいレースをすることが勝ちにつながると思うので、まあ、そこの部分をしっかりと見失わずに、自分の芯をしっかりと貫いて戦っていきたいなと思います。新潟医療福祉大学からは日本選手権に15人が出場する予定です。